南美人の平野です。久しぶりのおうちシリーズなんですけれども、今日は前も YouTube でやらせていただいたんですけれども、音楽とお酒はあるのかっていう検証を今日もやっていきたいと思います。まずですね、じゃじゃん、夏酒のブリージー。まあ夏酒っていうんで、ほんと夏に合うお酒の抽出設計になっておりまして、もう何年経ったのかな、もう結構経ったんですけども、ホワイトヘブンビーチっていう有名なビーチがあるんですけど、そこをモチーフにしたラベルになっております。もうお酒自体も 14% で、アルコールちょっと低めになってるので、すごい飲みやすいお酒ですということなんで、この夏酒に合う音楽っていうのをこの間はまあ子供たちが選んだんですけども、今日は僕がジャンルごとに3枚選んだので、その3枚とどう合うかちょっとやっていきたいと思っております。まずお酒を飲みましょうかね。今日二戸、夏とはいえ結構涼しいんですよね。もう全国各地結構暑そうなんですけれども、二戸は今7月ですけども涼しいです。じゃあ乾杯。イエイ。あー、いいな。やっぱ夏には夏のお酒が合うのかな、これは。ということで今日は一発目、夏と言ったらなんかレゲエなんじゃないのかななんて独断と偏見で、ボブ・マーリー先生、イエイ。僕の大好きなレゲエの大先生ですけども、その中の代表な曲ですね、No Woman No Cry。これは絶対に夏だけに合わないわけはないんじゃないのかなと思うんですけども、いきます。ライブ版とかが有名ですね、これは。うん、いいね。かもしれないですね。このなんかやっぱり夏だけでは夏の音楽がやっぱり合うのかな、こういったレゲエとかが。まあ、個人的にはこのボブ・マーリー先生のNo Woman No Cryのライブ版が大好きなんですけど、まあまあまあいいね。飲まさる、飲まさるって方言なんですけどね。いや本当にこの夏酒、ガチガチの酸が出てるわけじゃないですけども、酸と甘みと旨みがすごいちょうどこう一体となって、本当におすすめです。ぜひぜひ、夏とはいえ5月ぐらいから毎年季節商材として販売してますので、もちろんこの今の7月8月までも売ってますので、ぜひチェックしてみてください。本当美味しいです。ということで次の1枚いってみましょうかね。ちょっと早いけど、はい、マーリー先生はいいね、やっぱり絶対にいい。ということで次はですね、夏っぽい感じではないかもしれないな。次はジャズ、はい、ビル・エヴァンス先生です。これ最高の名盤ですね、ワルツ・フォー・デディ。これも大好きな曲で、この1曲目から超しびれるんですよね。夏とはちょっと関係ないかもしれないけども、大好きな自分の曲なんで、ちょっと選ばせていただきました。これと夏だけは合うのか、行ってみましょうか。マイフーリッシュのパートですね。この1曲目が大好き。最高でしょ、このイントロ。段ここ僕の部屋とかじゃないんですけども、本当に狭い1畳ちょっとぐらいの部屋でいろいろこうレコードとか CD とか置いてるんですけども、ちょっと疲れたなっていう時とかは実はこれ今普通に照明つけてるんですけども、キャンプとかで使うこういうランタン、まあちょっと電気のランタンなんですけども、これ電気のランタンをちょっと灯しながらですね、もう気分に浸って日々の疲れを癒すっていうのをやってるんですけども、今日はちょっとね暗いとあれなんでやりませんけども、ほらまあこうやって一日の疲れを癒しております。いや最高、うん、今日はなんか自分の好きな曲をこう選んだだけあって、なんとなく気分が癒されますね。そしてこの夏だけと一緒に飲むっていうのもなかなかいいもんだな。これ自己満です。ほんとすいません。ということでビル・エヴァンス先生はこの辺にして次の方に行きたいと思います。ジャズはこれで一旦終了で、はい、次行きましょう。次の曲はデデン、これも超名盤でございます。ダニー・ハサウェイ先生ですね。これも1曲目やっぱりやばいんだよな。パツコインのマーヴィン・ゲイ先生のカバーなんだな。これも超かっこいいんだよな。これも完全に夏と関係あんのかなっていうあれなんだけども、うん、最高にいい曲。ただこう本当に気分良くなるだけじゃねえのかなと思ってやってるんですけども、じゃあ行ってみましょう。このライブ感もいいんだよな。最高。いい曲ってイントロからやっぱいいんだな。これやっぱり印象で、最高。僕マーヴィン・ゲイ先生も大好きなんですけども、それをカバーしている大好きなダニー・ハサウェイ先生最高だと思うんですよね。結構僕ジャンルを問わず大好きなんで、本当にもしこの YouTube ご覧の方で音楽大好きな方とかいれば、本当にいろんな音楽を教えてもらいたいので、いろいろコメントいただけると嬉しいです。いやもちろん日本史のことでも全然 OK なんですけども、いや本当に前もこの YouTube の動画でやらせていただいたんですけども、音楽とお酒って切っても切れない縁だと思ってるので、本当にまあわからないですけどね、個人的な見解なので。なのでぜひぜひいろいろとコメントとかいただければと思います。もちろんお酒の方もぜひぜひお願いしたいと思います。まだ絶賛発売中でございます。これキーンと冷やしてぜひお試しいただければと思うので、ぜひぜひお願いしたいと思います。 What's going on? ということで、今日もご視聴の方ありがとうございます。また面白おかしくやっていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。あとチャンネル登録をよろしくお願いします。チャオ。チャンネル登録よろしくお願いします。